こんばんは。こんばんは。お疲れ、ありがとう。ちょっと待って。広島に帰ってきた。そうなんだ。帰ってきたもん。そうなの。本当にありがとう。早いですよ。一泊二日でしたね。一泊しかしてないんです。尊い、ありがとう。なあ。リフレッシュできました？ええ、もちろん。またももちゃんとここちゃんに会いに帰ります。お疲れ様、ありがとう。もうなんかすごい疲れた。うん疲れました。寒くない？え、めっちゃ寒いよ。広島じゃなくて愛媛も寒かったけど。スーパージェット寝れた？うん、なんか乗り物酔いがすっごいひどいんですよね。私車とかめっちゃ酔うんですけど、今日なんか家までの、あ、家からん？港まで送ってもらったんですよ。なんですけど、本当にその港までの道のりにくねくねゾーンがすっごいたくさんあるんですよ。本当にもう1回とかじゃなくて、もう何回もくねくねゾーンがあって、本当に車酔いでね。あのお姉ちゃんも一緒に帰ったんですけど、お姉ちゃんも車酔いする人で、2人でうーってくねくねで、船酔いじゃないや、車酔いして、さらに船酔いもしながら帰りました。ありがとう。なんかそう、山道っていうの、山とかがそうたくさんあるとね、酔うんですよね。二人で酔ってました。ありがとう。あとさ、車に乗る機会が減ってさ、なんか車久しぶりに乗ったらもうより、うーよう、兄貴、そう、兄貴と帰ってきました。ありがとうございます。うん、ありがとう。ビレバンもうすぐ締め切り。え、そうなんですよ。今日の23時59分までですので、あのビレバン皆さんぜひぜひ、さ、もうラストラストです。あと可愛い、ありがとう。押し込んだ、ありがとう。ありがとうございます。キーホルダー、え、なんか結構アクキーすごい、なんかいいねって言われること多いかも。あとステッカー、そうそう、ちょっと本当にありがとうございます。
嬉しい。つけちゃってください、いっぱい、いろんなところに。ポーチも嬉しい、ハートありがとう。帽子も、あ、キャップね。2月下旬から3月上旬に届く。そうなんですよ、だからロンティーとかは着れるかな。スウェットもまあ着れるわ。いや、パーカーも着れるか、言うて寒いか、ちょっと春ぐらいだったら、春前ぐらい。あ、ありがとうございます。そうなんです。だからこのヴィレッジヴァンガードさんのコラボはめちゃめちゃ前から進めてたんですよ。本当にいつだったっけな、結構前から進めてたんですよ。そう、なんでようやくって感じですね。1年前まではいかないけど、何ヶ月前だろう、え、忘れちゃったけど、ちょっと写真見返さないと分かんない。夏頃だった気がする、うん、なんか半袖で会議した記憶がある。半袖でね、どうしようかっていう、そんな会議をしました。ありがとうございます。商品でもなんか、これやりたいってのありますかみたいなのを、なんかこのグッズを出したいみたいなのがありますかって言われた時に、いろいろとなんかこれがいいですっていうのを言って、そう、なんかアクリルポーチ出したいですみたいな、そうで、そっからデザインしてみたいな。そんな感じでした。センスありがとうございます。ありがとう。皆さんもうお正月休みが終わりですか？仕事、明日から仕事？今日3日だよね。明日まで休みの人と明日から仕事の人で分かれてる。明日から仕事の人結構多い。ありがとう。もう終わったって。明日から仕事やだって言ってる人がいる。しんどいよね。明日から仕事です。冬休みいいな。いつ広島？もう広島いる。タコありがとうございます。
これか。なんかミュートしちゃってた。ミュートしちゃってました。このコメント欄の上にあるんか。え、どっから聞こえてなかったの。独身術いいね。何話してたのか。いや、お姉ちゃんもそう言ってたよって。お姉ちゃんもなんかあの、あ、12時間後には仕事してるんかとか、あ、本当に明日仕事なんかなって定期的につぶやいてた。独り言言ってた。ありがとうございます。元気出してって、みんなも元気出して。独り言で語るくらいなら何、黙ったまま何かしよう。にゃん、そんなこと言わないで。ありがとうございます。今年は年末年始の日並び悪いよね。え、どういうこと。土日ってこと。金土日とかの配列ってこと。そういうこと？言われてみれば。あ、まあでも私土日とか関係ない人やけさ。何も考えてなかったかも。餅食べた。え、私今年のお正月一個もお餅食べてなくって、なんてことだ。食べてないです。家にあるお餅も食べてない。なんか作るのちょっとめんどくさいなって思ってて食べてない。でも家でも食べてない、実家でも食べてない。うん、そう、私は6日からではないけど6日にサンリオがあります。仕事始めは6日からじゃないけど。ハットセンスありがとうございます。そうなんですよ。駅伝見た？え、駅伝チラ見してたよ。私めっちゃ疑問なんだけど、なんでお正月に駅伝するんですかね。こんなに寒いのに。なんで？寒いじゃん。なんか寒いだろうなって思って。めっちゃお正月って駅伝だよね。駅伝シーズンだよね。すごい疑問。え、あったかくなるから？嘘。本当に？でもさ、学校もさ、持久走冬にやるんだよ。なんか、
脱げて半袖ですよ、あの長いジャージは脱いで半袖になってくださいって言われて半袖でスタートして走るんですよ。めちゃめちゃ寒くて本当に、そう持久走冬にやるのよ。感覚がなくなる、手足の熱中症にならないように。あ、秋に走らんかい秋か春。あ、でも入学早々持久走は結構しんどいな。ありがとうございます。早かったの？いや早くないけど、私持久力は割とあるんですよ。もうないかもあの体調不良で全部なくなったかもだけど、持久力は意外とあるんですよ。あったんですよ。そう、シャトルランはめちゃめちゃ得意ですよ。もう終わる？なんてこった。男女ちょっと呼ぶ。きなぺこさん、ココさん、パオさん、ポンタさん、福太郎さん、ミッキーさん、山田町ドライブ中さん、刀剣太郎くんさん、まよとめさん、くまねパパさん、まささん、まさきさん、ジノラゴさん、ありがとうございます。グッズ間に合った。うわー、ギリギリだすごい、ギリギリ攻めてる、ありがとう。皆さん、明日からの憂鬱の方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんがお仕事していて、そのお仕事で笑顔になれる人が増えてます。そう思って頑張りましょう。いえ、頑張りすぎず、まあそうですね、どうにかなります。やってみるわ。それでは皆さん、また明日。おやすみ、おやすみ。ああ、誰たちよ、ここらで一丁走ってみないか。一度くらい、はいはい、何が何だか。